J-WAVE 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 J-WAVE
からの通商交渉には、通貨安誘導に対して極めて強い制限を導入していくと。つまりドル高で外国の通貨安っていう状況がアメリカの企業にとって非常にそのなんていうかな不利な状況になっているから、これは為替操縦だということで、これ実は日本なんかも名指ししてきたんですよね。このあたりメキシコに対してこれだけ強硬に出ている状況の中で、今度日本に対してあるいは世界に対してどうなっていくのかっていうあたり、今日ちょっと心配ですので、これはぜひカッティングのコーナーで、アメリカの、まあ、真意ですよね、あるいはこれからのメキシコとの関係、その他首脳会談、これイギリスのメイ首相との首脳会談も予定されてますので、このあたり、おなじみのですね専門家に、どうなるのかっていうあたりをいろいろ詳しく聞いてみたいと思います。これはカッティングエッジです。アメリカトランプ外交についてですね、聞いてみたいと思います。ニュースを読み取る感性を伝える情報プログラム J-WAVE JAM THE WORLD、 今夜もどうぞ最後までお付き合いください。 JAM THE WORLDOn 81.3 J-Wave. 青木おさむがナビゲートしています J-Wave Jam the World。
先ほどオープニングでも話しました、トランプアメリカ大統領の話題なんですけれども、まあ、TPP からの離脱も踏み切ったわけですね。それで、今日多分、ヘッドラインニュースなんかでも伝えることになると思うんですけれども、日本とも二国間の交渉やろうじゃないかなんてことを言い出しているわけですね。ということはこれ当然ですけれども、日本の経済っていうものに対してもいろんな影響を与えてくるだろうと。で、特に TPP っていうのはアベノミクスなるものの一つの、その柱のうちの一つというふうに位置づけられてますしたんで、これが TPP がなくなるってことになると一体どうなってくるのか、まあ、そもそもアベノミクスが手詰まり感が漂ってたんですけれども、一体日本の経済ですね、財政、それからアベノミクスなるものは大丈夫なのか。これ実は日本は先進国でもね、ご存知の通り一番多いようなその借金を抱えている国なんですね。まあ、気にするのは大丈夫だっていう議論もあれば、いやいやこれはちょっとやばいんじゃないのっていうおっしゃる指揮者の方もいらっしゃるんですね。なので今日はですね、まあもちろん金融のことっていうのは多分いろんな見方あるんでしょうけれども、今日はどちらかというとこれじゃまずいんじゃないかと言って、警鐘を鳴らしていらっしゃる方を、ブレイクスルーのゲストに招きたいと思います。朝日新聞編集員の原誠さんになります。ぜひ原さんにはいろんなことを聞いてみたいんですけれども、ただ今日のメッセージテーマはこんな風にしてみました。文部科学省の天下り斡旋問題に一言。これ先週ヘッドラインニュースってね、僕少し、コメントしたと思うんですけれども、つまり天下りっていうのは非常によろしくない、官業癒着の一つの原因ではあるんだけれども、まあそのかといって別に僕官僚の皆さんを肩を持つつもりはないんですけれども、まあいわゆる官僚システムそのものが長い間天下りというかですね、関連団体とか、企業への再就職ってものを前提としてずっとできてきちゃった面があるので、なかなか法規制をしてでも実態はこう水面下に潜ってるだけでこうすり抜けられちゃうなんてことがよく起きてるんじゃないかということなんですね。まあ、これ今回、文科省を除く全省庁を対象した実態調査も来週から行われるということなので、これ非常に大切な問題だと思うんですよね。なのでぜひ皆さんどのようにどんなふうにお考えで、これどうするべきじゃないかっていうようなことをご意見、とかありましたらですね、ぜひ、お聞かせいただきたいと思います。メールアドレスは、jam@j-wave.co.jpjam@j-wave.co.jp です。ツイッターの場合にはハッシュタグの後にハイフンなしの J-Wave をつけてあなたのつぶやきを送ってください。 Jam the world on 81.3 J-Wave. Today's headline.それでは今日のニュースをチェックするトゥデイズヘッドラインです。 J-Wave ニュースルームの鹿根美沙さんと一緒にお伝えします。はい、それではお伝えします。アメリカのトランプ大統領が TPP 環太平洋連携協定に代わり、安倍総理大臣に日米二国間の新たな通商協定の締結を要求する見通しとなりました。ロイター通信が26日報じたもので、トランプ大統領はアメリカの首都ワシントンで来月10日を軸に開催する方向で調整中の日米首脳会談で二国間の通商協定について協議する意向を示しているということです。自動車や農産物などの分野で一段の市場開放を日本に求めるとみられます。またトランプ大統領は26日の演説で二国間の通商協定に極めて厳しい為替操作防止の規定を入れるとも話し、日本との交渉で為替問題を取り上げる可能性もあります。まあ、外交協議とかですね、まあ、各国におけるところの通商経済とか貿易に関する協議っていうのは、まあ、これまでもあるし、これからもいろんな協議っていうのはあり得るんですけれども、大きく言うと、例えばマルチとかですね、バイとかっていうんですけど、マルチっていうのは多国間の協議ですよね。TPP、環太平洋経済連携協定なんかはまさにマルチの協議でありまして、まあ、いろんな国、参加国が、まあ、今いろいろ意見を出し合ったりとかしてですね、最終的には、まあ、その、全参加国が納得できる線で妥結をするということになるんですね。で、まあこれ大体その大国、まあ経済規模の大きい国だったりとかですね、声の大きな国だったりとかっていうところの意向っていうのが通りやすくなるのはそれはしょうがないんだけれども、マルチの場合にはですね、よく言われるのは、その差法、まあ大国の横暴に歯止めをかけやすいっていうようなことを聞くんですね。つまり、
一国がすごく非常に力が強くても、まあ、力の弱い国々が、まあ、いろいろ連携したりとかですね、いろいろこう、なんていうかな、こう、パスを出し合ったりしながら、それに対抗できるっていうことなんですけれども、しかしこれが倍になってくる。倍っていうのはつまり二国間ですね、一対一の競技になってくると、そういうことは全くできないわけですね。つまり、本当に一対一の、まあ、真剣勝負ってことになってくるわけです。前にこれツイッターを紹介する形で、ね、その外交なんてのは国益を追求するものじゃないか、当たり前じゃないかっていう意見があったんだけれども、いやいや、実はそうじゃなくって、やっぱり、相手国も得をする。自分の国を得をする。で、双方にこう、譲歩したところで外交協議っていうのは妥結するという話をしたような記憶があるんですけれども、しかしそれでもやっぱり相手国が非常にその強力だったりすると、どん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 押し込まれてしまって、自国に不利な、協定を結ばされる、外交をさせられるってことがあり得るわけですよね。それで今回のアメリカのトランプ大統領の意向なんですけれども、 TPP はやめたと、日米二国間の新たな通商協定の締結を要求するんだというふうにこう言い出したようですね。アメリカに対してなかなか、まあこれは、別に安倍政権に限った話じゃありませんけれども、強い態度、あるいはその要求できなかったっていう歴史がずっと続いてきた日本が、これ果たして日米二国間の協定っていうことで、まあいわゆる日本の国益というかですね、を守ったりとかですね、きちんとした交渉ができるのかっていうと大いに不安ですし、まあ安倍政権の真価が問われるところであると同時に、困るのはですね、メキシコの状況なんかを見ていると、理詰めでそれなりの理屈のあることでやってくるってことであればいいんでしょうけれども、そうではないようなことを言われたってことになると、まあだいぶ日米関係っていうのが混乱する恐れがありますね。この問題も、いろいろこれから注目されますんで、ブレイクスルーカッティングエッジでいろいろ取り上げていきたいと思います。ロシア軍とトルコ軍がシリア北部にある中心都市アレッポの近郊で過激派組織イスラム国を標的に共同の空爆作戦を行ったと26日ロシア国防省が発表しました。ロシア通信が伝えたもので、アレッポ近郊のバーブでシリアのアサド政権の同意を得て軍用機による空爆を実施し、イスラム国戦闘員の軍事拠点や通信設備を破壊したとしています。ロシア軍とトルコ軍は18日にシリアで初めて共同の空爆作戦を実施していました。これ今鹿内さん読んでくださったように、シリア内戦めぐってですね、そのロシアとトルコが共同で軍事作戦をこれ18日ですね、1月18日に行ったんですけども、これが初めてだったんですね。まあ今回はそれに続くような形で、まあ空爆自体はシリアのアサド政権の同意を得て実施をしたと。でそれから IS の戦闘員の軍事拠点とか通信設備を破壊したというふうに言ってるんですね。まあロシア軍は戦闘機、爆撃、それからトルコ軍は戦闘機と F4 などを出撃させたというふうに、外電が伝えています。このニュース、ちょっと深い意味がありまして、その NATO ですね、北大西洋条約機構の一員であって、これアメリカの同盟国でもあるはずのトルコっていう国が今ロシアと急接近をしてるんですね。で実際にこのシリア情勢、今回のその空爆もそうですけれども、アメリカ抜きで動かされているような状態になってるわけです。まあこれトランプ政権の誕生などによって変動しつつあるその世界秩序の再編なんかとも関係があるんですね。これまでのシリアっていうのは長きにわたってアサド政権というですね、まあ独裁的なんだけれども安定していたと言われてた政権をロシアが支援をして、これに対する反政府勢力をアメリカ、それからトルコが支援して、まあいわばシリア内戦っていうのは大国の代理戦争みたいな構図だったわけですね。しかしここに来てトルコがロシアと急接近をしたと。でアメリカ抜きの状況で、まあ和平も模索されているんですね。昨年12月にシリアでの一時停戦合意っていうのが発行したんですけれども、これはロシアとトルコが主導をして、まあアメリカはほぼ完全に蚊帳の外ということですね。それから、カザフスタンで開催される予定なんですね、この和平協議が行われることになるんですけれども、これについてもロシアとトルコが外交面で連携を強めていて、まあその今回は軍事面での協力関係っていうのも印象付けるような空爆だったわけです。シリアをめぐる情勢、まあトランプさんがですね、いろんな形で、まあ、反問を巻き起こしている間に、中東シリアあたりのところの動きはですね、こうアメリカ抜きでロシアの派遣とかですね、ロシアの動きってものが目立つような状況になっているっていうのは、まあまあある種アメリカの力の低下、あるいはロシアっていう国の巧みさみたいなものが浮き彫りになるような動きではあると思います。ニュースを続けます。アメリカの原子力発電所の建設で最大7000億円の損失が見込まれる東芝は、今年3月31日をめどに半導体事業を分社化することを取締役会で決めました。
新しい会社の 19.9% に当たる株式を売却します。税収見積もりの下方修正を盛り込んだ2016年度第3次補正予算案は、今日の衆議院予算委員会で自民公明両党と日本維新の会の賛成多数により可決されました。去年1年間の全国の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いて前の年を 0.3% 下回り、4年ぶりに下落しました。原油価格の下落や円高に加え、消費者の節約志向が響きました。大相撲の第72代横綱に昇進した稀勢の里が、今日東京の明治神宮で大観衆を前に奉納土俵入りを行い、競り上がりで左手を脇腹に当てる雲竜型を披露しました。続いてマーケット情報です。東京株式市場の今日の日経平均株価は、昨日に比べて65円1銭高い19,467 円40銭で取引を終えました。午後5時の円相場は1ドル115円21銭から23銭の水準となっています。ニュースは以上です。鹿根さん、ありがとうございました。以上トゥデイズヘッドラインでした。 J-WAVE JAM THE WORLD、 この後はカッティングエッジです。今夜は、波乱の船出となっているアメリカトランプ外交について、専門家の方に詳しく話を伺います。できたんですよね。この辺りメキシコに対してこれだけ強硬に出て、いる状況の中で、今度日本に対して、あるいは世界に対してどうなっていくのかっていうあたり、今日ちょっと心配ですので、これはぜひカッティングのコーナーで、アメリカの、真意ですよね、あるいはこれからのメキシコとの関係、その他首脳会談、これイギリスのメイ首相との首脳会談も予定されてますので、このあたり、おなじみのですね、専門家に、どうなるのかっていうあたりをいろいろ詳しく聞いてみたいと思います。これはカッティングエッジです。アメリカトランプ外交についてですね、聞いてみたいと思います。ニュースを読み取る、感性を伝える情報プログラム、 J-WAVE JAM THE WORLD、 今夜もどうぞ最後までお付き合いください。 JAM THE WORLD ON 81.3 J-WAVE。 青木さんがナビゲートしています、 J-WAVE JAM THE WORLD。 先ほどオープニングでも話しました、トランプアメリカ大統領の話題なんですけれども、TPP からの離脱も踏み切ったわけですね。それで、今日多分、ヘッドラインニュースなんかでも伝えることになると思うんですけれども、日本とも二国間の交渉やろうじゃないかなんてことを言い出しているわけですね。ということはこれ当然ですけれども、日本の経済っていうものに対してもいろんな影響を与えてくるだろうと。で、特に TPP っていうのはアベノミクスなるものの一つの、その柱のうちの一つというふうに位置づけるのもかなり厳しいと思うんですよね。同じように、その首脳会談中止が発表されたと。で、トランプ氏がメキシコ国境沿いで壁建設を計画し、その費用負担を求めていることに、メキシコ側が訪米を取りやめたという異例の強硬措置だと。壁をめぐる対立は全面衝突の様相に発展をしている。メキシコとアメリカですよね。で、毎日新聞と東京新聞がちょっと違う視点なんですね。同じトランプ政権の動きなんですけれども、アメリカのスパイサー、アメリカ大統領報道官の今日の発言を取ってますね。これはどういうことかというと、トランプ政権がメキシコ国境に建設する壁の費用を確保するため、メキシコからの輸入品に 20% 課税することを検討していると大統領報道官が明らかにしたと。これが趣味だしのニュースになってるんですね。これは東京新聞も同じ見出しを取っています。それから今度日経新聞ですね、これは経済専門ですから、二国間協定に為替条項という見出しを取ってますね。これどういうことかというと、トランプ大統領がこれからの通商交渉には、通貨安誘導に対して極めて強い制限を導入していくと。つまりドル高で外国の通貨安っていう状況がアメリカの企業にとって非常に、そのなんていうかな、不利な状況になっているから、これは為替操縦だということで、これ実は日本なんかも名指し。 J-WAVE JAM THE WORLD。
1月27日午後8時を回りました J-WAVE JAM THE WORLD、金曜日をナビゲートするジャーナリストの青木治です。今週月曜日の津田さんがインフルエンザで僕が代打をして、実はこの1週間すごくビクビクしてたんですよね。その前、日曜日かに津田君と同じそのインターネットの番組に僕出ていてですね、これは移されたんじゃないかなと思って、あれ潜伏期間がちょっとあるっていうことなんで、ひょっとするとと思ったんですけれども、どうも大丈夫みたいですね。あのむしろ、月曜日の時は少し鼻声でしたけれども、調子も良くなったので、無事になんとか乗り切れたみたいです。あのインフルエンザかかっている方いらっしゃると思いますので、ほんと辛いでしょうけれども、ぜひ頑張ってください。僕は大丈夫だったようです。まだ分かんないよね、これからまだ冬長いから分かんないんですけれども、それはともかくとして、2週間くらい前ですかね、新聞の一面トップ記事っていうのはですね、ニュース大きなニュースがない時っていうのは各社それぞれ個性的でいろんなその一面トップをも、の記事を作るので、ちょっと見て比べて見てみると面白いんじゃないかというお話をしたと思うんですね。その時はもう朝日毎日読売在京紙だと東京新聞日経新聞ですか、夕刊がある新聞は全紙が一面トップが違ったんです、なのでちょっと紹介したんですけれども、逆にちょっと今日先ほどスタジオというかですね J-WAVE に来て今日の夕刊全紙見てみたらですね、今日は全部一緒なので、逆にこういう日もちょっと紹介してみようかなと思って紹介しましょう。ただしちょっとずつちょっとずつ切り口が違うんですよね、まず朝日新聞の夕刊ですね、一面トップ、見出しはアメリカメキシコ首脳会談中止、という見出しですね。あのアメリカとメキシコ の間で予定されてた首脳会談が中止されてたっていうニュースを、これ全社トップに持ってきてるんですけれども、朝日新聞は、メキシコの大統領ペニャニエト大統領は、トランプ大統領との首脳会談に向けた訪米の中止をアメリカ側に通知したと、トランプ氏が国境の壁建設費用をメキシコが負担しなければ会談は中止した方が良いと宣告にしたことに反発をした。で朝日はこう書いてるんですね、外交儀礼から外れたツイッターでの強圧的なトランプ外交が世界に波紋を広げていると。読売新聞もこれ同じですね、アメリカメキシコ首脳会談中止、読売新聞られてますしたんで、これが TPP がなくなるってことになると一体どうなってくるのか、まあ、そもそもアベノミクスが手詰まり感が漂ってたんですけれども、一体日本の経済ですね、財政それからアベノミクスなるものは大丈夫なのか。これ実は日本は先進国でもね、ご存知の通り一番多いようなその借金を抱えている国なんですね。まあ気にするのは大丈夫だっていう議論もあれば、いやいやこれはちょっとやばいんじゃないのっていうおっしゃる指揮者の方もいらっしゃるんですね。なので今日はですね、まあもちろん金融のことっていうのは多分いろんな見方あるんでしょうけれども、今日はどちらかというとこれじゃまずいんじゃないかと言って、警鐘を鳴らしていらっしゃる方を、ブレイクスルーのゲストに招きたいと思います。朝日新聞編集員の原誠さんになります。ぜひ原さんにはいろんなことを聞いてみたいんですけれども、ただ今日のメッセージテーマはこんな風にしてみました。文部科学省の天下り斡旋問題に一言。これ先週ヘッドラインニュースでね、僕少し、コメントしたと思うんですけれども、つまり天下りっていうのは非常によろしくない、官業癒着の一つの原因ではあるんだけれども、まあそのかといって別に僕官僚の皆さんを肩を持つつもりはないんですけれども、まあ いわゆる官僚システムそのものが長い間天下りというかですね、関連団体とか